それではですね、今日の、豊かな八六を食べる会、いい名前ですね。それについて、小一時間お話ししたいと思います。ご存知、これはもう本当のご存知の通り、西側の方にはこの砂浜の、ずっとあって、それで、今が干拓したところで、という形なんですけれども、もうちょっと魚の方からこんなような、見方もできます。次お願いします。その前にですね、今日 の、 その小一時間話すという今日の話ですけれども、今日の話は八六湖にはどんな豊かな魚がいるのか、それから、その、八六湖に生息している魚の生態や漁獲量はどんな状況にあるのか、多いのか少ないのか、どんな状況なのか、そして、豊かな八六湖がずっと今後とも続くためには、持続するためにはどうすればいいのか、というこの3つについてお話ししたいと思います。次お願いします。それで、その今のと全く同じなんですけれども、魚のこれから話をする場合に、魚は水がなければ生きていけないわけです。そういった意味で、その水をいくつかの場所に分かれてます。ここは海ですね。海、ここも海ですね。海の場所、今日はあくまでも、その八六湖ということなんで、ここから入ります。一番下が、船越水道と言います。水道、ここに水門があるわけですね。この水門を、逆水門って言い方もします。普通の水門だと上からこっちに来るものを、水門で、水を溜めるのが普通水門ですけれども、海から来ない水門という意味で逆水門なんて言い方もします。で、船越水道というのはここからここまでだけ海が上がって、海の水と川の水が混じっている汽水というのはこの部分だけ、それから広い部分が、後からお話しますけれども、調整池と小水路、調整池というのはこの部分ですね、残っている部分ですね。それから小水路というのが東部小水路と西部小水路、この部分。それから魚にとっては、ここにある中央幹線排水路とか池の地所も、南の池とか、今いるあたりですね、小さいのもポツポツありまして、そこには結構メダカとかタナゴとかの仲間もいる、重要な場所でもあります。それから、やはり重要なのは流入河川。流入河川っていうのは、馬場目川とか豊川とか馬文川とか、三種川とかですね、川がこうあるんですけど、これらも実は魚にとってはすごく重要な場所です。で、今日はそういうふうなら、まずスタートに最初にこのそれぞれの場所について簡単に、見たいと思います。次お願いします。最初にですね、今話した船越水道、一つ戻ってもらえるかな。これですね、今この部分を船越水道と言ってますけれども、昔はこれ全体が、八郎型だったわけですね。日本で2番目、琵琶湖に次ぐ2番目でだったわけです。その時の、水の出口っていうのがちょろっとあるこの部分、この部分だったわけです。今完全に出ないようにしまして、天皇漁協とか漁師さんの船が止まっている場所ですね、あれがこれだけ広い大型、大型、
あの八郎潟があって、その出口があったんですけれども、これを直接まっすぐに出しちゃったところですね。これが船越水道、はい、これですね。これ見ると、これがさっき言った水門、逆水門とも言いますけれども、これ内側を淡水で、まあ、米をやるために、淡水でいるために海水が出ない、いわゆる逆水門、このゲートがこうあって、右岸側と左岸側に一応魚道があります。それから、この辺りが今あの岸寄りのところですね。右岸側にちょっと岸が、砂が最近結構ついています。で、これが例えば今有明とか長崎なんか問題となっているあちらの方ですと、あの看板が1メートルは1メートル持ってありますね。5、6メートルあるんですけれども、あのこちらはだいたい最大で基本的には30センチなんです。だから本来はそんなにこれ看板差がないところですね。それでも状況によっては完全に止めたり、内側から出ないようにこのゲートを上げたりっていうのをやってるのがいるわけですね。はい、次お願いします。これが船越水道。この船越水道でどんな魚がいいのかっていうと、例えばこれパッと見ると全部実はこれハゼの仲間なんです。いろんなハゼがいるなという中で、やはり、この今日も来る途中皆さん釣りやってましたけれども、やはりこの中で一番サイズが大きいものとしてマハゼですね。ハゼの仲間は例えば、まあ、基本的にはあの腹びれがあの杯みたいに右と左が丸くこうくっついてるわけですね。で、第一背びれと第二背びれがあって、こんなのがハゼの仲間で、やはりマハゼが行ったり、あの汽水、海と川の間に行くとしてはマハゼが、重要といいますか、はい、次お願いします。ま、それからあと船越水道、たかがあれだけの期間で重要なものとして、ここに書いてますように、例えばボラの稚魚とか、あ、これ書いてなくてすみません、ボラの稚魚、これだったら50センチ、60センチになるってやつですね。で、スズキ、例えば2月、3月になるとスズキの稚魚が大量に来ますと申しますのは、あのスズキっていうのは12月とか1月に産卵するんですよ。ですから、12月、1月に産卵して3月か4月ぐらいに3センチぐらいの稚魚が出てきます。それでそれを稚魚が生きている場所が実は船越水道なんですね。ボラがいたり、これがいたり、あとこの城の稚魚とか、石ガレ、カレイの稚魚とか、だからそういうふうなその、なんというのかな、汽水というか海と川が行ったり来たりする場所、そういう場所が実はこういう稚魚が飼っている保育場といいますけれども重要な場所なんです。はい、次お願いします。それからもう一つ、その水道といいますか、船越水道から八郎湖に入る今言った水門で重要なのが、その海から調整池、川へと入る魚、いわゆる通路とか遡上する通路、水路といいますけれども、例えば昔はもう昔の八郎湖は行ったり来たりだったけれども、今は、そのゲートがあっちゃう、そこで登れないんだけれども、魚道があるおかげでこういうふうな鮎も実は、海から6月5月の6月に登ったり、シラウオ5月のこれ、これ卵をガンガンに持ったやつですね。これが、水門から上がってきたりですね、あとこれクルメサヨリって普
通のサヨリは赤くて大きくなるんですけれども、こんなのが実は淡水に産むサヨリなんです。淡水魚に産むサヨリも実は海から上がってきます。クルメサヨリが、あと、サケ、これサケは、ババベン川から、で産卵して、稚魚が船越水道から海に出るやつですね。とか、まあ、いろんな海と川を行ったり来たりするその通路でもあるわけです。重要な場所です。はい、次お願いします。それから、次に、そういった意味で、流入河川、さっき言った、まあ、調整池は後からお話ししますけれども、船越水道、それからなら調整池に入るどんな川があるのか、これ見て分かるように、バフミ川とか、バフミ、ババメ、豊川、それ以外にもこういったような、河川がいっぱいいて、実はこういった河川が産卵場所なんですよ。ワカサギどこで産卵してるのかなと思うけれども、例えば産卵そういうのはこのババメ川の河口のあたりですね、調整池は。そのあたりに産卵してたり、で最近調整池の八郎湖の方だと、産卵する場所がこういうふうなすごくない中で、こういうふうな河川っていうのがやはり重要な場所です。もっといいところ、いい感じですね。それからもう一つは、河川には砂利があるということなんです。で今八郎湖の中で砂利がある場所はどこもないんです。まあ調整池の中は泥があってですね、ところが鮭でも鮎でも産卵するのは砂利ですね。そういった意味で、ババメ川でも砂利があって、あるいは上流で砂とか砂利があれば、そういったものが産卵する意味でも河川というのはすごく重要です。まあ、また逆に今問題になっているのが、そのいろんな人間 その生活している水、まあその窒素とかリンとか、それが川から調整池に落ちるという意味での、マイナスの意味での川 の, はかそのマイナスな問題もありますけれども、魚にとっては河川がなければ単なるタンクですから非常に重要です。はい、次お願いします。で河川ではどんなものがいるのかなっていうと、ここに書いたようなんですね。例えば、秋、ちょうど今の時期、ババベ川、サケ登ってますね。それから5月になればヤツメが、川で砂利で産んでますから、砂利で産んでますね。それから、ババベ川の、川の下、石の下ですね、石の下にはカジカもいればですね、こんなのは絶対に八郎湖の湖内にはいません。はい、次お願いします。それから最初に話したように、あともう一つ重要なのが、食べ物としてはそのあれですけども、魚にとっては非常に重要なその場所なんですね。小さな水路、結構よくよく見るとこんな土水路、泥の水路ですね、こんなのがあったりですね、あるいは、ま、結構こう広いですね、水があって、そこでもそれぞれに湧き水があったり。はい、次お願いします。そうですね、この、今言った大型村の中で、八郎湖の中ではあんまりメダカなんか見れないんですね。ところが実はですね、大型村の今見た中で湧き水がちょろっとあって、そこにこんなのがいて、これもみんなですね、
あのレッドリストって言われている、絶滅危惧の恐れのあるものがこういったような場所に実はいるんです。逆に言うと86個とかでかいとかいうバスの問題がものすごい出てるわけですね。で、そういう中でバスが入りづらい、ちょっと一つ戻ってもらいますか、ね、あ、そうですね、あのかえってなんかこんな場所なんかがいいんですね、そういうふうな、あるいはまさかと思うような湧き水がボコボコ出てる場所があるんですね。はい、次お願いします。はい、です。それで、まあこういうふうな今話した中で、やはり豊かな場所としては取る場所としてはこの小聖地と小水路、一番最初に行ったところですね。そこになるわけです。で、これは、水門から北側を見てるところですね。で、これは、淡水魚研究会で今日いる、あ、いない、あ、いたね、彼と一緒に今、定期的に今県立大学と一緒になって調査やってます、こういうふうなワカサギとかシラウオの調査やってる、こんなところで、こちらが小水路、これ、まあ、パッと見ればとてもとてもこんなすごいのかと思いますね、八郎湖が。はい、次お願いします。で、最初にどんな魚がいいのか、今日はもうあの期待できると思ってるんですけれども、今ひたすらワカサギ作ってるようですけれども、ワカサギ、ワカサギはですね、大体ですね3月の中下旬、下旬がピークなんです。で、これがオス、これがメス、それで、実はですね、これあの後から見えますけれども、シラウオもワカサギもみんなサケ目なんです。サケの仲間なんです。よく見、よく見るとこれありますでしょ、これわかります、これなんてヒレ、これなんて言いますか、まあいい、まあ、ここに実は脂ビレって小さいヒレがあります。これ背ビレ、腹ビレ、胸ビレ、尻ビレ、尾ビレは全部こう筋が入ってますね、筋。ところがこう筋がなくて、ここにひょっとした、ヒレがあるのを、脂ビレって言います。で、だから鮭でもサクラマスでもヤマメでも何見ても全部ついてます。よくよく見ると、このワカサギでも何でもこれについてます。だからそうすると、あ、そうかそうか、鮭の仲間だなというふうに思うと思いますけれども、これがワカサギのメスですね。3月の下旬ぐらいかな、ピークが。そうしますと、これを実はあのババメン川、ババメン川の河口、ババメン川の河口が、一番どうもあの理想ですね。で、そのなぜババメン川の河口なのかっていうのが、多分ですね、ババメン川から、葉っぱとか根、あの根とかですね、ああいうのが全部流れてきて、そこに溜まってこんな感じになるわけです。ある意味ではあのベッドみたいな感じですね。そこにベタゴンを大量に産むわけです。これ卵、これも全部、これがワカサギの卵。それで多い時で、我々10センチ四方で、500、600だからもうオーダーが何百億とかのオーダーになります。奥にその取ってるやつがですね、そのぐらいですから、それで大体そうですね10日ぐらいで孵化して、それで、これですね、これこれがもう今日食べる大きさだから、3月に産卵して8ヶ月で食べるサイズになる。
基本的には1年です。だからある意味ではすごいこう、その食べてもどんどん減るし、なんていうのかな、その 量的にですね、即座にその対象となれるものなんですね、ワカサギっていうのは。もう8ヶ月で食べれる大きさになります。はい、次お願いします。それからですね、もう一つ重要なのがシラウオ。シラウオ、ちょっと分かんないかな。さっき言ったように酒木って言ってますけれども、ここのところにこれもよくよく見ると、ヒレが、脂ビレというヒレがついております。それで、これがメス、これがオスです。それで産卵期がだいたいこれに関しては5月か6月です。で、これはどちらかっていうと直接下に産みつけます。ですからパラパラってもう下につくような状況ですね。で、今日食べれる。今日も食べれるそうですけれども、今日取れるかな。これ実は、丸1年経ったやつなんですよ。で、十分大きいやつですね。今日食べたのがまだ4ヶ月ぐらいですね。だから分かんないかも分かんないんですけれども、実はこれ鱗があるのはオスだけなんです。実はこれ鱗ないんです。ところがシラウオのオスの、この尻びれの付け根、このところだけに鱗があるんです。で、それを醤油かなんかちょっぴりやると、実はここに鱗が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 まあここに、鱗がついてるんです。ところがメスは鱗がないんです。今日ので分かるかな。今日食べますけれどもね、その時肉眼でも分かるかな、醤油でちょっとやると鱗がよくよく見ればあるはずなんで、やってみましょう。これも極めて重要な八六個の中でですね。はい、次お願いします。これも一年魚です。それから、我々食べてる重要な魚として、ギンブナとゲンゴロブナです。ゲンゴロブナは、本来、琵琶湖の魚と本来いなかったんですね。で、産卵ギンブナ、マブナとかジブナって言ってます。だいたい4月、5月ですね。で、産卵期の上にこうやって卵を産んでおります。しかしこれもバスクで話すようにものすごく最近数が少なくなって、はい、次お願いします。あともう一つ重要なのがハゼの仲間。今日食べ物あるハゼ、あ、今日もあるそうです。どうやって食べる、味噌か醤油。まあその中で重要なのがこの数珠掛けハゼ。この数珠掛けハゼは、納豆ゴリと言います。いかにも納豆みたいですね。黄色い色がして、ネバネバして、これは春になると非常に大きな、ね、美味しい魚なんだけれども、納豆ゴリって言うほど重要な、なんだ今バスのおかげで全くいなくなっちゃった魚ですね。これは面白いことに、他の魚、例えばタナゴでも何でも全部産卵期婚姻色が、オスなんですけれども、このハゼの中でもこの仲間ですね、メスに婚姻色を出す。これは黄色い黒くて、これメスなんです。非常に珍しい、珍しく他と違う仲間ですね。はい、次お願いします。それから食べ物としてはスジエビとか、日本イサザエビとか、モクズガニ、なのも実は八六湖にある素晴らしい食べ物ですね。はい、次お願いします。
でまたちょっとこういう中でちょっと問題になっているのが今博覧、バス、倉庫、こんなのが問題になっているわけですけれども、はい、次は行きます。外来魚ですね。そういう中で、まあ、今言ったのが漁業なわけですけれども、この中でどういうことが起きているのかと言いますと、漁業の実態ということで、今ちょうど10、11月やっているのが白魚汽船船引き網漁業、この2人で一艘の真ん中でやるんですね。これで、基本的に白魚っていうのは表面にいますから、表層にいる白魚を取るためには、表層を取る以外ないわけですね。それをやる白魚汽船船引き網漁業140ぐらい、2人でやるから280人でこれやるわけですね。それから刺し網、これですね、雑刺し網、ワカサギ縦網、それから刺し網とか合わせて400もいろんな漁業があるんです。タチロすごいですね。やはりこういうふうな漁業があるから僕たちは魚を食べることができるわけです。だから漁業、漁師さんがいるってことはもう忘れてはならないわけですね。はい、次お願いします。で、これちょっと見ると、何取ってるのかなっていうと、これ平成20年ですね。そうするとですね、例えば白魚であれば当然のことながら、さっき言った、船引き網漁業ですね。それから鯉であればほとんどが、縦網とか雑刺し網ですね、船はとか。それぞれの、だから漁師さんってのはやっぱすごいのは、自分に合ったとか魚に合ったその漁業、漁業種類に合った取り方、取り方に合った漁業ということで、何でもいいから取るっていうことではないっていうのが分かると思います。はい、次お願いします。この八郎湖の漁獲量どうなったのかなっていうことで、八郎潟前と後ろ、干拓前の干拓前と干拓後を見てみると、実は昭和34年頃、干拓前の直前で戦争の後もあって、急激に1万6000トン取れたんですね。今八郎、今秋田県で全体で取れている漁獲量が1万トンです。ハタハタが2500トン、ホッケが1000トン、アジが500トン、全部合わせて1万トン。そういう中で八郎潟だけで1万トン取ってたわけ、1万6000トン、1.5 倍取ってたわけです。いかに豊かなところだったのか。僕は漁師さんに聞くとすごいこと言いますね。一生に3合の水に7合の神、逆だと。一生に7合の水に3合の魚だと。だよね。とかいうぐらい、すごかったみたいですね。でそれが、どんどん減って、干拓で減ってきて、それでも突然おかしいなと思うの皆さん分かりますか。はい、平成5年、平成2年1万トン、やばいなと。これずっと1000トンもなかったものが突然上がったのはなぜなのか知ってますね。はい、次お願いします。実は、シジミなんです。このヤマトシジミが、昭和25年頃で2000トン以下ですね、こうあったのが、平成の、昭和62年に海水面、八郎潟に今皆さん分かっているように、水門から、海水が入って、それで繁殖して、それで実際には平成元年、平成2年には1万トン。ただ1回きり増えてないから、どん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 あとは減るだけですね。もう繁殖しないから。で今は1トンとか2トン、数トンが、
船越水道で取ってるという。だから、まあ、いろんなこれは、我々に教えることはいろんな問題があると思いますけれども、実態としてはこあったものはこんなね。はい、次お願いします。だから逆に、今言いましたように、シジミを超えて魚だけにすると、まあ、大体1万4000トンあったのが、シジミないわけだからもうほとんどなくなっちゃった形ですね。今、最近ですと400トン、300トンから400トン。はい、次お願いします。でどれくらい86個作ってるのかなっていうと、まず第一点として、そうですね、86個における魚の種類別、何が分かるのかなということで分かるのは、全体として、今から30年前700トンあったのが、最近はだいたい300トンまで減りました。半分になっちゃいましたね、漁獲量が30年間で。で、何が減ったのかなってこれで見ると、実はフナが減ってるんです。フナが100トンあったのが、今6トンとかいてほとんどなくなった。その700トンのうち300トンに30年で減ったうちのフナが100トン。だからハゼ、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 ハゼ。これですね、ハゼもほとんどいなくなっちゃった。で、今減らないのはワカサギだけなんです。パーセンテージで見ても逆に言うとワカサギのパーセントがちょっと増えてるんですね。だから、今86個はワカサギだけ、あとシラウオ、ワカサギ、シラウオも変わらずいるわけですね。ワカサギとシラウオだけの湖になっちゃうというのが実態だと思います。はい、次お願いします。それじゃあですね、八郎湖、これからの八郎湖、賢い理由をどうすればいいのかということで、考えていきたいと思います。これだけ、まあ、なんだかんだ言っても八郎湖、最初に言ったようにワカサギ今300トンありますね。で、シラウオを取ってますね。で、漁師さんいますね。だから数億円の、直接漁獲量としても数億円、漁師さんも数百人いる場、漁業の場所なんです、八郎湖は。それを利用、今後とも持続する賢い利用、何があるのか。はい、次お願いします。まず最初、言いましたように言いたいことの一つは、この、八郎湖の課題として大口バスの問題、これはやっぱりちょっときっちり対応しないとダメだと思います。要するにもうこれ以上やっちゃったらというか、要するに大口バスだって餌食べてるから、生きてるわけですね。だいたい体重の8倍ぐらい取ってるわけですけど、それを食べてるものがいなければ生きていけないということなんですけれども、まあ、これバスの差し上げですね。まず最初言いましたように、ハゼ類、納豆ゴリ、ものすごい減りました。納豆ゴリっていうのはこれ変なあれで、下じゃなくて納豆ゴリだから表面を使って泳ぐんですね。だからパコって食いやすい、ほとんどいなくなった。それからどでかいフナ、これ40センチ、50センチの30、40、50のでかいフナはいます。ところが重要なフナは小さい、佃煮にするような、5センチ、10センチのフナは美味しいですけれども、大きいフナは食わないんです。で、小さいフナがいないんです。なぜかって言えば、小さいのは食べられちゃうからです。で、
残ってるのはバスも食えないどでかいものだけ。それでは漁業としてはだから産卵もするんです、でかいから。ところが孵化した後にいなくなっちゃう。はい、次は行きます。まあ食べてるものですね。何食べてるのかと腹いないを調べてみました。はい、こんなこういうこのサイズの佃煮が好きですね。あの佃煮は美味しいんだけれども、バスもこれみんな食べちゃう。はい、次。これあの数珠かけはずです。納豆堀の食べてるいないをみんな出してます。これワカサギ。はい、次。悔しいのがこのワカサギですね。卵をボンボンに持って作ってましたね。はい、次。これは、バスがバス食ってるところですね。はい、土壌。土壌もこれ卵を持ってる土壌ですね。はい、次。海から上がってくるボラ、ボラの小さい子供。まあ何でも食うと。はい、次お願いします。それで、直接食べるっていう問題もあれば、あともう八郎潟 の、 あの漁協の前ではゴールデンウィークなんかでもみんな置いて漁師のやる船ができないと。でもこんなゴミやって汚いと。それから、岸寄りでもこうやって やってんだけれども、問題は漁師さんが言いますね。そのこれ縦網なんだけれども、縦網で網全部破れるわけですね。破れるならまだいいかもわかんないが、もう怖いのはその傷が入るってルアーで、これあの網やるとき、こうやって網やるときにルアーがこの中に入ってれば取れる。ルアーにかかる針っていうのはかかんないように、あの帰りって言って、あの手で刺さったものが抜けれないんですね。怖くてもこうあのできないって言ってますね。本当にこういうふうな問題、まあ、二次的ですけれども、はい。まあ、こういうことで大口バス問題っていうのはきっちり対応しなくてはいけない問題です。課題の一つですね。それから課題のもう一つとしては、2番目としては、今日食べるタンパク質の供給であり食文化の継承ですね。このあたりはこの天ぷらくらいっきりあんまり食べてないけれども、知らないけれども、まあ佃煮とこれくらいでしょうかね。実際にはあのそれぞれ美味しいし素晴らしいし、今日もこれはあんまり話しても何が食べるのかって、と思ってますけれども、いずれにせよこういうふうな食文化の継承というのはものすごく重要だと思います。はい、それから、まあ、そういった意味でそのちょっとここで漁業の意義っていうのをちょっと考えたいと思います。その漁師さん方、今300トン、まあ、400トンぐらい、まあ、毎年取ってるって言いましたけれども、だからそれをその金額としては今言ったように食べ物としては何億円かだけれども、と同時にですね、あの窒素とリンで考えた時にどれくらいあるのかということでちょっと計算しました。さっき同じように計算すると、86個で360トン漁師さんが取りますと。漁師さん取るっていうのを360トン、そうすると N で、大体体重の 2.5%、 リンは 0.5%、 だから360トン取ると約まあ9トンとか 1.6 トンぐらいの N が、回収できるわけ。窒素不栄養庫って言いますけども、そうするとN を回収するためには1キロに東京都だと2万1000かかるって計算ですね。リンだと14万7000円。そうすると結局、360トンをの漁師さんが取ってるっていうことは、窒素リンをいわゆるその八郎湖をきれいにしているという見方であれば4億円。
4億円毎年その、きれいにしているんだというような評価もあるわけですね。はい、次のようにします、まあ、そういった意味で今いろんなところで今 やっているのがこの未利用魚の有効活用、例えばブラックバス殺した後とか、あと草魚とか、あと今みんな実は本当のことって鯉食べなくなってるんですね。鯉食べなくなってるんでしょうがないということで鯉なんかも全部今取ってます。そういうことで、今週に1回今取ってますけれども、まあ、こういうふうな形で、窒素リンの、回収ということをやっています。はい、次のお願いします。それから次の問題点、問題点として大きいのが後継者の確保の問題です。これは大変です。これですね、ちょうど1週間前の先駆けに出てました、働き手70代主流八郎子後継不足危機感、あともう一つは、買取価格が半減、このままじゃもう大変なことなんですね。で、漁師さん、あ、今日来てるのか、篠介さん来てるのか、まあ、ほらこれ篠介さん映ってます。すごいね。何がすごいって、その漁師もすごいっていうのはですね、まずサラリーマンであれば大体60でリタイアで終わりで、だけれども何歳でもできるし、年に合った形でやることできるしですね、働けるし、で、あと今ですね、漁師さんだけ、八郎子の漁師さんだけで漁師として食ってる人何人いるだろうか、多分数人きりいないんですね。それがまだ八郎子にいるんです。日本全体だと琵琶湖で何人かかな、八郎子これだけ何百人かいても、まあ、米や半分やってこれやってとかいろんなことやってるけれども、この、桜庭新之助さんはもう漁師だけで飯食ってるんです。すごいですね。でちなみにですね、今医者何人いるかというと、秋田県の医者の数何人いるか知ってますか？1500人なんです。それで医者がない医者がないって言うけれども、秋田県の漁師の数が今1000人ちょっとなんですね。だから、もう海の方でこの、八郎子自体のも漁師 もほとんどいなくなって、そうすると豊かなワカサギとかシラウオを食べれなくなっちゃうんですね。だから漁師がいるからこういったのを食べるわけ、食べることができるということで、この漁業後継者の問題というのは非常に大きな問題だと思っています。次お願いします。それから、こういうふうな漁を漁師さん含めてやっている漁具漁法、これを継承しないとダメですね。このエビ道とか土壌道とか道って言ったりしますね。あるいは針かご、かごで針を、ハエ縄をやる、こう引っかかるこう、やつですね、かごですね。それからあと香り、氷下はやってはいけないことですけれども、昔こんなようないろんなことがあったんですね。まあ、こういうふうな今のやり方、漁法ですね、あるいは、漁業、これも、大事な我々にとって、継承させなくてはいけないことだと思います。はい、次お願いします。それから、僕たちの課題として、やはりただ言うだけじゃダメなんですね。実際に NPO による取り組み、まあこれがなければ次の力にならないです。それで NPO だけでやっててもダメなんです。
で、実際に一緒になって現場を見てもらって、まあ、これ秋田淡水魚研究会が、バスの駆除をやってるところですね。こういうふうなことっていうのは絶対に必要だし、八郎湖を続くために重要な、絶対に必要な NPO、まあ、NPO って言ってもいいでしょうし、こういうふうなその地元の地域が地域と一緒になってやっていること、お互いに何をやっているのか分かること、あるいは一方的には教えるんじゃなくてやること、というようなことをやっていくのが大事だなと思います。はい、次お願いします。それから今のこれからの八郎湖ですけれども、どうも、よくよく考えると景観とか癒しってよく言いますね。癒し癒しってよく見るとやっぱそういうふうな形として、この八郎湖、これお金にするとなんてとてもいくらかなんて言えないぐらいすごい、そういうふうな評価っていうのも見ていかないとひどいことになっていくと思うんですね。ある、まあ、こういったような見方で見ると素晴らしいところだと思います。はい、次お願いします。でこれが最後ですけれども、こういうふうな、八郎湖、豊かな八郎湖、よくよく見ると僕たちが僕たちだけじゃなくて、例えば、今日はチラシに書いておりますけれども、大正5年って書いてますね、魚類、供養塚、それから、ボラ塚、ボラ塚とかですね、それから、ボラですね、湖小ボラっていうのかな、これあの湖のボラの供養塚の面が書いてないな、まあ、こういうふうな大体漁師さん方が、自然に対する畏敬、魚に対する感謝、こういったようなことがずっとあって今僕たちがいて、おいしい豊かな八郎湖があって、で、この我々はこの豊かな八郎湖を持続すること、ずっと次にそれを渡すこと、これが、大事だなというふうに考えております。本当に、八郎湖っていうのは、豊かな場所だというふうに考えております。はい、僕の話はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございます。若干